はい、どうも。ぶっちゃけ今でも草間弥生さんはキキキリンさんの色違いポケモンやと思ってます。ワイワイと申します。よろしくお願いします。さあ、ということでね、本日も本日でね、このクッキングシミュレーターというゲームをねプレイしていこうかなと思っているわけですけれども、まあ前回の動画の時だったかな、なんかあの歯が痛いっていうね、歯医者行ったんだよみたいな話をした時にあの心配していただいて本当申し訳なかったんですけど、まあ右の奥の歯がねちょっとあの痛いということで、あの右の一番奥の下の歯がね、痛いなと思って歯医者に行ったら、あ、痛いのはそこではないですってちょっと意味わからないことを歯医者さんに言われたんですけれども、まあそれも治った。今回のこのクッキングシミュレーターではですね、前回は星2つというところから星3つというところまでやったかなというふうに思うんですよ。2つやったかな。で、今回はねさらにそれの星を1つつなげるということと、ほんであの新しいレシピね、前回解禁しましたから、あ、それをねぜひぜひ、私作っていきたいなというふうに思っております。では早速前回の続きから参りましょう。よし、では始めて参りましょう。デイ23日目っていうことですね。本日は一応だから3、4か5、まあ、25ぐらいまでいければいいかなとは思ってるんですが、あ、このランクがね、星2つのレストランということになっていますね。これを本日はまあ3つ目ぐらいまでいきたいな。でまあ次回、次回かなぐらいでまあこれ終わりと、まあこのシリーズが終わりということですから、あ、結構まあ近々終わるゲームシリーズではあるんですけれども、まあ本日はねそんなことよりもこのレシピ、前回の最後に新しいレシピを追加したと思います。まあこれとかもそうですね、チキンレッグとカプレーゼって書いてますけれども、まあこれモッツァレラチーズとトマトでカプレーゼっていう料理名やと思うんですけどね、そういうこの、まあ、レシピを追加した前回の最後、一番やっぱり楽しみなのはこれでしょうね。ハンバーガーですよね。まあこれをねこのまま作るとちょっとまあさすがにねそんなもの提供できないけれども、まあやっぱり自分なりのエッセンスっていうものを効かしたね、ハンバーガー作りたいな。あとね、このパラガスあるじゃないですか、サルモン with パラガスっていうこの料理、私いつも作ってるレシピというかデコレーションの仕方あるじゃないですか、あれをねなんとツイッターで、自分でもやってみましたという方が現れたんですね。それがこちらなんですけれども、なんというか、ま、こんなものを提供してたとするならば、さすがにちょっと私もね、やっぱデコレーション考えなきゃならないなって、はい、身につまされる思いでしたね。本来ね、このサルモンにはレモンジュースが 5G かかってるんですよ。はい。でもそういうところも再現されてるかどうか、ちょっと食べてみないとわからないですけれども、まあ、こんな感じで、私はレストランで提供していたのかな、なんていうのをね、実際世界でやってくれた。ちゃんとしかもね、この左手で、再現してくれたって、本当にありがたいな、なんて思わされてますけれども。よし、ちょっとね、今日は珍しいガチ会ということで、申し訳ないけれども、お遊び要素、お笑い要素、一切ございません。本当に申し訳ないね。まあワイワイの動画を見る人っていうのはね、大体の人たちがちょっとやっぱりどこかなんていうかな、心に闇抱えているっていうか、まあその言い方しちゃあれだけれどもね、どこかでやっぱり笑おうとしてね、来てくれてる人がいるっていうのはね、本当重々承知なんで、でも本当申し訳ないね。やっぱり料理で遊ぶってことは俺にはできないんですよ。はい、もうこれもあれやからね、何食わぬ顔で俺今サルモンと対峙してるけど、これもごしらえてるだけやからね。正直これ別に遊ぶつもりでこうやってたら俺ごしらえてんねんね、今これサーモンを。だから今日はほんま怒ることとかもないと思うよ、正直。いつもまあアホに提示してさ、ビャって出して、これ何？あ、星2つのバージョンや、すごい。じゃあもう1つのやついらないね。いや正直ここに出すやん、ほんでビャって持っていくやん、でキー持っていってなんか星2つとかつけられて、何やねんお前、何々かとか言って、気の利いた一言言うやん。そんなもうごめん、言えへんなった。もう面白いね、ほんまに言えへんと思う、俺今日は。あ、これ待って、肉とかも追加されてるんじゃない？これとかあれやろ？そうやろ？チキンレッグやろ？これだから鶏からこれぐっさー取ったやつやろ？これぐっしゃーこれと取ったまんまのやつやろ？これ何？これ二の腕の輪切りやろ？二の腕の輪切り、ここら辺、あ、これも増えてるんじゃない？これなんかパチンコのねウーレット回るとこみたいな、これこっち開いて、これこっち開いてみたいなやつも追加されてるし、へえ、すごいね、いっぱい追加されてきた。ついに開いてるところが少なくなってきたね。これ何？これクリス、あ、モッツァレーラか、これクリスマスツリーのデコレーションやと思った。モッツァレーラもほら追加されてるし、こっちはこっちはお前、これなんやねんお前、これクソちっちゃいキャベツ、お前まだ発育もしてへんのに、お前かわいそうにこんなお前連れてきて怒られんぞお前、俺が怒られるやんけこんなもんお前。これ何、もう完全に排泄物が現れているよ。あ、もうこんなん絶対嫌やわ、もう触りたくもないもん。ここら辺も一応ねポークテンダーロインって言って追加されてるけど、
もう別にどこでもいいけどね。これとかもでしょ。コッド？あ、 COD や。COD、 これ COD 好きにはたまんないやろな、これな。だから空いてるとこがもうこことここ、さらにはこの下の引き出しのところらへんっていう感じやね。ここにもね、一応アスプラがあるっていうことをね、あの前に知ったんですよ、これね。これもありがたいんですけれども、まあ、こういうのも追加されてたりとか、おそらくここら辺の観葉植物園も、うん、だいぶ追加されてるんじゃないかなというふうに思いますね。俺いまだにさ、ここら辺使ってへんねんけどさ、これとかって使えんの、これ。あ、なにこれ。お、あ、こんなんあの、うん、うん、うん、ちょ、なに、今日の一発目何？あんだけ楽しそう説明して出てきた料理かぼちゃって、うわ、これすごい、ほら、これなんか急激に冷やすとかに使えるんじゃない、これ。なんか これでこうやってやってさ、ほんでほら、これでなんか冷やすみたいな。あ、これ使えるわ、料理に。これワンアクセントになるわ、これ。特に野菜は追加されてないのよな。あ、追加されて、これもちゃう。あ、これもや。これバーガーバンや。バーガーバン、これいいやん。これアップルや。これリンゴやん。こうリンゴとかさ、俺食ったりとかできひんの、このリンゴ。できひんのか。でもこうリンゴなんか絶対使えるやん、これ。おっしゃ、出来上がった。もうこれ完璧や。 300ml でしょ。もう欲しい5つちゃいます。申し訳ないけど、うん、持っていって。ありがとうございました、本日も。いやー、もうまた同じやっちゃう、これ。え、これ新しいやつ、これ。俺これ一回作ったよね、何回か作ったよね、これ。スイートベルペッパーやろ。だからまずスイートベルペッパーを 2G かけるってことやろ。うん、てやねん、てやねん。だからもうじゃあ取るわ。わかったわかった。だからあんまもう結局あれやろ、100分は一見にやろ、100分は一見にやと思うから、もう俺が見せるわ。だからこ今回これ作りますやん。なんかわからへんけど、なんか肉切って焼いたやつ作りますやん。ほんでそれで星5つになりますやん。その時に初めてわかった。あ、ワイワイふざけったんやな今までって。あ、そうなんやって。ワイワイってセンスないんや。料理のセンスないんや。これサイコパスや。思われたかもしれへんけど。ちゃうねん。演じてんねん、みんな。正直だと、こんなミスしようがないもんな。普通に、やっぱ大変やねんで、ね。やっぱミスするってこともみんな。ポテト 300g をベーキングトレイに入れて、で、80秒焼くんや。こんなんだってミスしようがないやん、だって。誰でもできるやん、こんな。イグアナでもできるで、こんなこと。だってそもそもな、ピエロは、みんな知ってる？ピエロっていうのは、すごい、すごいやつやねん。ピエロってな。もう、わからん。説明はあんまし、難しいけども、ピエロってすごいやつやねん。それ、すごいやつが道化師になれるってことやねん。道化師になれるってことがすごい、ん？ん？何？え、ごめん、ちょっとよくわかんない。何？どうしたの？何がどうなったの？今の。え、よくわかんないんですけど。ちょっともうマジ、いい加減にしてや。なんでな、何がそうさせたん、これ。何、ほんでこれ。俺こんなん持ってた。え、なんか壊れたとかちゃいますよ。もうええって、どういうこと。え、何、あの消火器がなんかなったってこと。え、ないやん、でも消火器。え、違うやろ。え、ちょっと待って、とにかく一回これは出して、星5つの評価だけはまず先にもらわんと。ええ、なんでなん。チラントロリーブスが死んだが、足りない。胡椒も足りない。チルフレークも足りない。あ、そう。はいはい。あ、わかったわかった。オッケー。まだ思春期なんやな、お前な。まだ思春期なんやな。おじさんごめん、そこ分かってられへんかったわ。多分な、あいつはな、まだまだ若いねん。今な、こうやってあれ、強がって言うてんねん。何も分かってへん、ほんまはな。ほんまおじさんの料理の、その味の奥深さは全然分かってへんねん。でもな、これで、足りひんと思うわ、俺。な。いや、あるやん、ラーメンでも。ここの麺もちょっとあるやん。な。お前何が分かんないみたいな。いるやん。そういうことやねん。ふかしとんねん。でもな、ふかすんは、じゃがいもだけにしとけな、みんな。今日は俺何が起こっても全然全く怒らへんもん。だって怒る気がしないもん、今日は。普通のことしてる。で、本当にね、だからいつもの俺ってね、こういう人なのよ。何にも本当にね、害をもたらさない存在と言われてるから、俺。だから言うたら、切れないナイフみたいなもんやから。刺せないフォークとか、救えないスプーンみたいなもん。必要ないものか、それ必要ないものだわ。ある意味良かったとまで言えるもん、俺。悪いけど、ある意味俺はここ今吹き飛んでくれてよかったかなって。うん、自分の中に溜まってたなんかこう罪悪感まで吹き飛んだかもしれへん。まあ吹き飛んだかもしれへん。まあ急に飛び入り参加してきたな、まあが。あれ、また増えているよ。あれ、そんなクッキーみたいに増えていくの？ポケットの中にはクッキーが一つの容量で増えていくの？これって。ポケットの中にはビスケットが一
一つポーンと叩けばビスケットが二つ、ポケットの中にはビスケットが二つ、ポーンと叩けばビスケットが四つ。誰のためになる歌やねんこの歌。お前誰が何を得んねんこの曲聴いて。よし、まずはそれ出して、はいはいはい、はい、星5つ。はい、星5つ。ピッコロのヒゲはなんなんほんでこれ。おい、未だに分かってないけど。絶対この中に、これ豆？こんな中に豆入りきれへんやろ、多分。豆もしんどいぞ、お前。そのとこ入れられた日には。ほーれ、ご覧なさい。あとにかく一回作ったやつをね、これ、うまいこと言ったやつを食べとくのよ。ほんで、ここで言われるやん。例えば、こう、ガーリック多いはちょっと無理やけど、ガーリックが少ないって言われた場合、ちょっと入れとくのよ。入れてまた出してって言ってやっていくの。次出し、次出し。何ほんでこれ。よし、オッケー。二つさばいたから、もうすでに。いいねー。やっぱスープは楽やね。うん、食べておけばスープ楽やわ。ほんでね、ここら辺もな何が壊れてんのか分からへんけど、この壊れたやつもね、こう捨てて掃除できてきてるからね、徐々に徐々に。あー、また同じやつ来たな。ここら辺はまあもういいっしょ。まずツナを。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。分かった分かった、早いしょ。はぁ、何言ってんのお前。グリル、なんでやねん。なんやねん、ヒーティングミステイクって。わけわからんこと言うな、お前。うん、まあでも俺が悪かったやろな、多分な。うん、と思うわ。今までやったらなんか、わぁ言うてたやん。それでも、お前なんやねん、こいつ、みたいな。お前一回マサトに KO されてこい、みたいなこと言うてたやん。でもそうちゃうわ、やっぱり。今日はごめん、ちゃうわ、俺。怒れへんもん、今日は。よし、これはいけたんじゃないかなと思う。さっきのヒーティングミステイクみたいなやつを挽回できてるはずやねんけどな。はぁ、なんでやねん。ちょっと理由見せろって、まずは。いや、だからひ、うん、まあでも僕が悪いのかもしれないね。うん。で、同じことを繰り返してしまったのかもしれない。僕知らず知らずのうちに。ああ、失敗したな、これは。人生勉強や。なんでやねん、なんで今そこ置いたらパーンなんねん、シュリンプが。カンも腹立ってった。あかん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 、耐えな。でもわかるやろ、おかしいやん。どう考えてもおかしいやん。ここ水平やん。何、人工地震、これ人工地震起こったん、そこで。ああそう、都市伝説の考えすぎや思ってたわ、おじさん。人工地震なんて何言うてんやろこいつらって俺思ってたわ。ツイッター見てても、でもこんなところに、こんな身近に人工地震が。エビ一匹どこに逃げよってん。噛み殺したのから出てこい、はよ。おい、ちょっとおい、エビ、エビ、何してんねんお前。なんでそんなところでくつろいでんねん。リゾート気分かお前は。もうええわ、それでソースかかってへんけど、それでちょ、もう食えへん、お前も。エビ食いたいやん、エビ食うとけよ、ほんとお前ずっと。なんでほんでその点数ええねんお前。なんで一回飯しゃんなって、お前。バターのソース効いてへんのにそこでそんだけ点数高いねんお前。フライされたシュリンプ、なんか、やり方おかしいですよ。ああ、温度も合うてませんわ。胡椒も多い。塩も多い。バターも多い。なんでほんだこの点数やねん、お前。けど美味しかったけどねか、お前。どういうこと、どういうこと。いやー、でもちょっと良くない一面見せちゃったね、今のは。おじさん悪かったね。いや、おじさんも怒りたくて怒ってたわけじゃないんだけどね。ちょっとついカッカしちゃったけど、本当に今のはごめんなさい。おじさんが悪かったです。おじさんがごちゃごちゃ言いすぎました。すいませんでした。また新しい、新しい レシピ来たんちゃうこれ。ちょっと今ね、実は皆さんの見ていない間に、私ちょっといろいろこの機材周りをね、回収したりしたんです。ちょっとここ汚れちゃってますけど、ほら綺麗になってるでしょ。結構綺麗になって、まあこのトマトスープはもう温まったらいいっていうことなんですけど、これやね。まずこれなんか下そのまんまを280持ってきて、塩コショウ、そしてさらに初めて出てきました薬味、砂糖。この砂糖も 3g。これね、まあコメントでもあったけど、3グラムって意外と、よくよく考えても3グラムって多ないっていう。確かに粉グラムでって言ったらめちゃめちゃ多いなって思ったりもするんですけど、まあまあそんなことはさておき、ここにオイルでこれ焼いちゃうってことなんかな。うん、みたいね。よし、10ミリ入れて、これまた面白いのがね、料理してる感覚出るよこれ。この下げ草フレッシュを 6G 入れるって言ってる。下げ草フレッシュってどれやろ、これ。あ、これや、下げ草フレッシュ。これ下げ草フレッシュが多分だいぶ匂いをつけてくれるとか、そういう感じなんじゃない。これだいぶ、これ料理
お手並み拝見っていきますか。でその間にリンゴを 150g を 40g の4つにせえてお前計算できへんのか。150÷4 は40か。お前これを40って言われてもな、40のクォーターっていうのはまず言葉として成り立たない。こうやってだからちょっとどっか捨てなあかんとこが出てくるな。これぐらいかな。これぐらいにして大きいところ、これ57 60、うん惜しいな。これでどう、これぐらいでいいんじゃない。もう これでいいってことにするは悪いけど、うん、38 66 36な。これで36と38ゲットしたから、あとは、うん、66をちょっと細かくして、よし、ダックブリーストが焼けました。この回転させこんな別光みたいな色しただけ、ダックブリーストってちょっと俺あれ初めて見たんですけど、これもよく分からへんねん。なんかボールに入れてって書いてんねん。ボール、まあ、うん、じゃあ これにする。これちょっと適当にここら辺にこれちょっと出しといて、このボールにリンゴをまず入れますやんか。ほんでそれに対して20のレモンジュースをかける。これで OK、 20やろ。まあこれでいいとして、でそれをフライパンに、フライパン何これ、デザートの類、これデザートの類なんかもしれへんな。これも切っといて、これもいけるやろ。あんまだか、これはだからこういう風に入れていいんかな。これあかんのかな。レモンジュースは入れへん方が良かったんかな。もうそこら辺ちょっとわからへんけれども、とにかくもうこのダックブリーストはもうそろそろ出来上がります。これでも OK やね。 OKOK、OK OK、ダックブリーストはもう出来上がりましたやねんけど、切ったりとかはせんでいいんかな。せんでいいっぽいね。なんかどっちも甘い感じの料理になりそうですね。できた。草葉の陰からこんにちはテーマですね。まあ本来は違うことをしようと思ってたんです。まあはっきり言っちゃうとね、この、まあ、下そのまんまの上に切ったリンゴを焼いてましたけれども、もうそれを全部捨てしまいまして、で新しいリンゴを上に乗せると、でここにこのまあピッコロのね触覚をここに並べることによってカタツムリっていう風なタイトルを作ろうと思ったんですけれども、あまりにも上にちゃんと乗らなくて腹が立って腹が立って、でも全部乗せちまえってことで、草葉の陰からこんにちはと、そういうタイトルにさせていただきました。どうぞお召し上がりください。これ以上の自信作なんでお願いします何にもねえいいよ別に、お前に認められたくて俺料理作ってるわけじゃないから悪いけど、はっきり言わしてもらうとな、お前に認められたって何の価値もねえから悪い。まあもう時間なくなった。もうこんなんだから作る時間もないねんな。もうこれ やりだしたら。できた。そっちで作ってどうぞっていう、これはまあ料理っていうものをいかに捉えるかってことですよね。我々はやっぱご飯を提供してくださいって頼むじゃないですか。その代わりにお金を払う、それはいかがなものかって話なんですよ。結局のところ使っている食材っていうのはこれなわけですから。だから火も起こせますし、あなた方起こせません、起こせますよね。僕だってだってタバコ吸いますから、ライターで火起こせますし、だから可能なんです。これ切ることできません。切れますよね。だってこいつ戦争行ってますから、もともと。切ることもできます。まあ、切らないですけどね。レモンもかじることできますよね。だからできるんだ。あなた自身でできる。あなた自身でやった、その料理っていうのは、もう僕にが作るのではない。あなただけの価値、あなただけの料理が出来上がるっていうことなんです。そしてその価値は、もう星がつけるようなものではないっていうことなんです。いやもうこんなマジ言われなきこと言われてもな、そお前次第やからな。いやそうなんか他力本願なとこ俺好きじゃないわお前の。ごめん、そこだけはほんま好きになれへん。俺今までお前のこと何や言うて好きやってん。やけどまあもうほんまそこまで言われたら、いや俺かってほんまはなそんな言いたかなかった。でもお前あれやで、お前の知らんところで実はあれや、吉村さん好きやってんのお前のこと。俺でもなお前に言えへんかってん。でもある意味俺お前にひがんでたとこあって、何や言うてお前結構いいやつやん。でも俺も吉村さんのこと好きやん。あどうしようかなって、吉村さん取られてしまうやん。でもお前に言えへんやん。でも俺言おう思っててん、ずっと。ここで俺欲しいずつ取ったらお前に言ってあげようって。吉村さんとお前幸せになったらええわ、お前が幸せになること俺の幸せやからって、俺の欲しいずつやから思って言おう思ったらもうごめん言えへんわ。あ言うてもてるわっていうかなんかもうあれやな、オーダーとかマジいらんなったってきたな、もうな。もう、その、自分らに、なんか俺の人生左右されるのが俺ごめんやけど、もうずっと虫ず走るわ。なんかもう、自分の作りたい料理をさ、やっぱ、もういい？レシピとかもうどうでもいい？俺が一回、
今目の前にしてな、料理人がやで。これだけの食材を目の前にして、ほんで敷かれたレール歩けってのはごめん、無理やって。ちょっとじゃあ試作品ってことでまかない作ってみようかな。やっぱ俺が、簡単に作れるっていうことで、今もう自由2分しかないから時間が、一番最初に使いたい食材っていうのは他ならぬこれ、クソちっちゃいキャベツ。見てごらんほらこのこのクソちっちゃいキャベツ、もう見れば見るほどちっちゃなって言ってんな。このクソちっちゃいキャベツを使ったあの優しいサラダ、やっぱこれちょっと僕ね、あの皆さんに今日はねレシピをお伝えしたい。あと残りが30秒しかないですね。で、ここで、回る回る玉ねぎを、これ、オニオンスライスのように、細く細く、できるだけ細くね、切っていただいて、苦味が発生しますんで、これ、あの、後に水処理しといてくださいね。このオニオンを細く細かく切りましたら、これをですね、塩ね、塩をまずちょっとね、あの、かけといてください。これ、あの、臭みを消すための処理ですんで、あの、味付けってことじゃないです。はい、もう黙ってください。うっとうしいんで。オッケー、もう早くして早くして、もうあの玉ねぎの辛みを出すために塩でやって、あの水分飛ばしてんねん。だから、あ、これさらに水さらして、ほんで完全に玉ねぎの、え、え、固まった？これあれ、そんなに作らせたくない？俺に料理なんでもないようなことが、え、てかこれいつから、うわ、もうまた23日目からやん。いやー、でも皆さんついに来ましたか、最終回が。え、いやー、名残惜しいですね。まあね、このシリーズは他の動画はね、私もまあこれだけじゃないので、動画を今まで作ってきたのね、たくさんの動画してきましたけどね、このまあ動画というか、このゲームほどね、コストパフォーマンスが悪いものはないですね。非常にこうね、なんて言うんでしょうね、たったここまでの間でももうすでに2時間半はしているんですね、プレイをね。そうなんです。だからプレイをしていく中で変わったことがない、その中でいかに面白いことを考えなきゃならないか、この複雑さというかね、しょうもないことを言わなざるを得ないという、このね、コストパフォーマンスの悪さっていうんですか。いや、まあぶっちゃけた話、この動画をね、1本撮るぐらいなら他の動画が2本撮れると思うんでね、そう考えるとこればっかりは非常にこう厄介な動画だなってね、ここ3回目ぐらいは思わせてもらってるんですけどもね、いや、とか言いながら、なんとかとかなんとか言いながら、いや、本当に楽しいシリーズでしたね。できることならもう二度としたくないっていうぐらいね、楽しいシリーズでした。本当に皆さんもね、楽しんで、このシリーズは本当にね、始まってね、最初の部分ではね、本当に期待感満載ということでね、ただまあその後はそんなにそれほどのね、期待値も得られなかったということで、本当に皆さんに申し訳ない思いさせてしまいましたけれども、いや、とても楽しいシリーズでしたね。お、そんなこんなでなんか土砂物みたいなやつ新しく出てきましたね。ああ、これは新しいパスタやね。うん、まずは水に塩 5g 入れて、フシーリっていうちょっとよくわからない地球外生命体をそこに投入します。フシーリ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 、あった、フシーリ、フシーリは、ああ、こんな感じなの、フシーリ、このなんかケロッグみたいな、これを160、どう出てくんのこれ。いやいや、そんな、いや、そんな出てき方されても困るって、わからへんもんさ俺。じゃ、こんなもんちゃう、170やけど、うん、そんなもんでいいわ。これをこうやってビャーってやって、ああいいね、パスタ作ってる感じ、好き気だけはするな、気持ちだけはパスタ作ってんね、俺もいつも。で、これをボイルします。45秒やろ、45秒ってこれ火取るやろ、勝手に、うん、取るやろ、それはそれでいいとして、この後の土砂物どう作るかってことなんやけど、フライパンにオリーブオイル40、あ、オリーブオイル、オリーブオイルを40入れて、で、さらにガーリックをそのまま入れていいんかな、ガーリックって書いてるから、まあ、そのまんまこれ入れて、グラム書いてないの怖いなこれな。で、15秒フライしてから、アドトゥーパン4、え、よっしゃ、フシーリがそろそろ出来上がった。フシーリでき、え、待って、ちょっと意味がほんまにわかんねえ。これ、ガーリックを4、あ、ガーリックをフライするってことでいいのかなっていうことを言っているのかな。な、もう違うやん。ガーリックこれ 5G って書いてますやん。もう、めちゃくちゃしますわ。ほんま、この上の、あ、そう。
なんで飛んでいくねんだから、ガーリックが。なんやねん、ガーリックって一体。ガーリック 40g を、違う、もうしょうもないことせんで。40g をガーリック、ここにこれ切って、1個 5g ずつにして切って、で、ここに入れまして、で、これを焼くってこと言ってんねやんな。うん、そう。これで多分焼けば、いいねん。そう。で、これをやったら、とにかくソースの元になる部分ができんねんけど、さらにってことやと思うんだよな。さらにもう一方のフライパンを用意いたしまして、水を 40ml、 チルフレークを 5やから、チルフレーク5、これをまずここに入れて、よし、水入れた。そろそろここでこいつが出来上がっている頃合いです。で、これをフシーリ入れてボイルする。不思議入れてボイルする。よっしゃ、ここでちょっと新しい道具出すか。その名もこいつ、コランダー。このコランダーはどういう意味があるかっていうと、このコランダー水をね、切ることができるんですよ。これ見ててください。はい、ビャーって、ほら水切れたでしょ。はい、水切れました。で、もう、はい、もういい、どうでもいいです。で、もうこれこう、もうやってるんで、もう腹立って仕方ないんです。はーい、すんません。もう、あー、もうやる気がなくなるんです。こういうことばっかりされるとやる気がなくなるんです。本当に申し訳ない。はあ、もう鬱陶しさしかなくて今で、これもうウォーターもうこのあったんで、じゃあこれこうやって置いて、で、これ水入れます。もう57で57で57分もチリフレークをザババババって、これぐらいでいい、で、これぐらいにして、で、これをなんとかこれ入れていく。もういいってもういいってもういいって、もうめんどくさいの。よし、もうこうなったらごめん。俺ももう出るとこ出んぞ、マジで。これどうせガスボンベちゃうんけ、お前。おい、今までやってくれたぞ、これ、お前ら、おい。おっしゃ、お前、よし、もうおじさん怒ったよ、じゃあ。あ、ガスボンベ、お前、これ、お前もこっちや、ほら。お前こっち潰せ、こら。いけ、おい、いけ、おい、いつけて、おい、燃やしてくれ。おい、冷蔵庫曲げとけ、こら。おっしゃ、もうここら辺も火全部つけて、これとか水も入れたいのに、ひっかりピッカピカつけていったらよ、おい。ブーブーブーイェイ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 、俺ら見たか、お前。おい、こん中料理したらよ、お前。おい。ほら、やってごらん、はい。弾けてごらん。あ、火ついて、ほら。見よ、これが俺の料理さ。はい、次お前、はい、いいよ、はい、誰が、はい、爆発するかな、はい、誰が爆発するかな、じゃあ君が爆発しちゃうよ、イエーイ。おいで、はい、な、まだあるでしょう、買えないの、あのガスボンベ買えるんじゃないの、ガスボンベ買えないの、オッケー、また物理ね、じゃあ物理でここ壊しちゃうってことでいいね。よっしゃ、もうこのパンプキンとかも、うわー、パンプキンの方だ、おい、誰がパンプキンの王台？誰がパンプキンの王台？お前がパンプキンの王さ！イエーイ！よっしゃ、みんなバーベキューしようぜ！バーベキューしようぜ！バーベキューしようぜ！はい、よし、いいんちゃう？あ、これとかもういいやん、なんかこれ大便とかもほら、よっしゃ、焼け、全部焼け。おっしゃ、じゃあ今日バーベキューやから、おじさん張り切ってね、仕入れしていくよ。オッケー、バーベキューの準備整った、バーベキューの準備整った。よっしゃ、ほんと失礼します。すみません、失礼しまーす。はい、オッケー、はい、よいしょ、はい、焼け、焼いてこーい。おっしゃ、お前も一役かい、ほら、人が一行でこい。よっしゃ、焼け、ほら、ビュー、ソープ出したれ、いやー、ソープ出したれ、これでもかい、いやーい。オッケー、かぼちゃもチンしていけ、お前の方から温めるだけ温めていけ、かぶに温めていけ。焼けた、そろそろ、おい、焼けたんじゃん、そろそろ、まだオッケー、じゃあこれちょっと入れてあげて、そいつかわいそうやから入れてあげて。うん？うん？なんでもない。はい、まあ、やり直したんですよ、実は今。で、まあ、完璧にそんな変なこともせずにっていうことで、冷静さ取り戻して23日目終わったら、またこの画面に、なっちゃったんですね。なんか24日目に行けないという現象を今ね、3回目でして、これが。普通にやっても、ちょっと24、もしかしたら私が、それに至るまでの間に何かできてなかったとか、なんか要件達成できてなかったとかっていうことで、こういうことを引き起こしてしまってるのかも、
しれないんですけれども、とにかくですね、この24に行けないという現象になってしまったんで、もしかしたら動画時間が結構短いかもしれないんですけど、今回はちょっと一旦ね、いつまでも終わらないので、この辺りで終わろうかなというふうに思います。さあということで、本日の動画はまあ短かったのか長かったのかちょっとまだ私もわからないんですけれども、とにかくまあ気が狂った、そんな動画やったかなというふうにね、思うわけですけれども、このまあクッキングシミュレーターシリーズがね、実はまあ次回か次次回ぐらいで終わりにしようと思ってたんですけれども、どうやら24日目に行けないということで、何の現象がそうなってんのかわからないんですけど、まあここの部分ちょっと難しいなと。23しか私セーブしてないんですよ。だから結局同じことに3回なってるんで、1からしなきゃならないのかななんて、まあだからちょっと引き継ぎができなくなってしまうというかね、うん、全く違う別ストーリーみたいな感じで1からまたやっていけば、別に24日もかからずにね、正直星なんて取れると思うんですよ。まあそこの部分いければ、次回まあちょっと取りたいな。ただ間が空いてしまうかもしれないんでね、一旦こうクッキングシミュレーターシリーズをこうどんどん上げていくっていうのは、まあここで1回ストップってことになりそうな気がするんですね。また気が向いたらというか、やろうかなと思った時にこのゲーム開いてね、で星3星4っていうのやりたいと思う。かなり日にちは空いてしまうかもしれないんですけど、もしよろしければね、その最後の動画、まあ、作ったことないレシピを作っていこうとかね、どっちかっていうと私ね、本当にレシピにこだわらず作りたかったりもするんですよ、料理をね。だから次回はね、そういう動画にして、ほんで幕切りにしようかなと思ってますんで、20何日目とかっていう経営の部分に関してはちょっと的外れになってしまいますけれども、もしよろしければ次回もご覧いただければなというふうに思います。と言いますことで、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。よろしければ次回最終回もご覧ください。それでは皆様、本日も一日お疲れ様でした。